ただいた役っていうのが、あの前作のあの熱いトップを狙えがあった中の続編ということで、2の主役をやらせていただけるということで、なんかののっていうのはやっぱりこうちょっと色気もあるし、その役的にね、あのビジュアルも男の子に受けそうなビジュアルなんですけど、女の子を絶対的に回さないキャラなんですよね。それはゆかりちゃんが演じてたからだって私は本当に思います。顔だけ見るとかっこいい役だったんだけれども、そのやっぱりポジション、彼のそのニコラっていうそのトップレスの中でのポジションっていう時を、それを考えた時にはまさに、あ、僕がやるべき役だなって思いましたね。子供たちにいつか大人にならなきゃいけないんだってことをサジェッションしなければならないしっていう、そういう意味で新しく与えられたポジションが歌唱だと思ってやっていたので、1話の時のののっていうのは結構まだあの本当にダメダメで、お皿を割ってしまったり、もう何をしても失敗してしまうのだったので、今ほどこう強そうというよりはちょっとまだ弱いんじゃないかなというような、あの見た目のののの女の子らしい感じのののがいました。その時は可愛いと思いました。でちょうどあの髪の毛がまだ私ショートカットの時だったので、あのなんだか本当に、あ、女の子らしくもっと、あのそしてこう自分自身がちょっとあの子供っぽいというか、すごいありすぎると思ったので、あのちょっと大人っぽくしなきゃいけないかなって思っていたんですけど、台本を見せていただいたらもうすごい見た目は大きいんですけど中身は子供というかで、そこのなんかギャップというので、あの大人っぽく ならずにでも子供すぎでもなくというところで、はい、いろいろ考えました。本当に何度も見させていただいて、もうですね、すごくあの日高のり子さんのお芝居をもう本当に勉強させていただいて、でご本人にもあのこのトップ狙い2に入る前にあの雑誌の取材というかの対談であのお会いさせていただくことができたんですけれども、こうあまりこう思い切れない部分があった時で、その時にあのこのトップを狙いという作品はとにかくあの怖いっていう気持ちを全くなくして、とにかくやってしまえという、後先考えずにもう出してしまえということを言っていただいて、その言葉がすごくなんか最後の6話を撮るまでずっともう支えてくださっていたというか、あの必殺技に関してはあのこの稲妻キックっていうものがあの最後の稲妻キックっていう風にこう伸ばしてうわーってやるものなんですけど、その胃がちっちゃい胃がだんだんこう大きくなるように言うんだよっていうことを言っていただいて、普通あの必殺技っていうとこうどんどん最初わーってやってこうシュッってなるようなイメージだと思うんですけど、それがこううわーってもう出し切れないくらいまで全てを出すみたいな、内臓を出すみたいな気持ちでやるんだみたいなことを、はい、コーチのように言ってくださって、1話をやるときにそのののいわゆるメイド服みたいなの着てたりとか、あのそういう部分にばっかり目がいってしまって、で、まあ、そこの部分が、まあ、キャッチーだったとも思うんですけど、でそれを冷ややかに見て、なんだお前みたいな顔してるラルクっていうのと、なんかあの単にその可愛いロボットであるノノと、なんかちょっといわゆるツンデレと言われるラルクのなんかそういう話なのかなって思ったんですよ。でもあの
台本読んだ時にあそういう風なことなのかなと思ったんですけど、アフレコ現場に来て第1回目でまず監督の鶴巻監督のとっても長いあの説明があったんですよ。この作品でやりたいこととそのそれぞれのキャラのについて本当に時間をかけて説明してくれたんで、なんかねあの瞬間に本当鶴巻監督の持ってるあの熱血な何と言いますかね熱いものが本当になんかね魅力的で、あのあこの監督さんが言ってるんだからついていこうってすごい思ったんですよ。まずはそのトップレスの世界観を知ってくださいっていうことで、これは芸能界みたいなもんなんですっていうことをまず言われて、芸能界のアイドルたちの戦いだと思ってくださいと。その中でニコラっていうのは、まあ、男性アイドルの中でこうトップにいて、でその中でみんなをこうまとめる中でそのアイドルの賞味期限がそろそろ切れることを自覚してそれにあがいてる人間ですっていうことを聞いて、あ分かりやすいなって、なるほど。で声優界もやっぱりそのまあ人気商売みたいなところもありますし、もう今年39になってそろそろ落ち着いた自分のポジションっていうのをそろそろ探して、まあ、それが僕がその本当のいわゆる声優として、職業声優としてそろそろ移行していく時期に差し掛かってて、そういう自覚もあるわけですね。ちょうどそういうことを考えている時だったので、あまさにこのニコラっていうのはやりがいがある、自分とすごくそのシンクロできる役だな、うん、そういう思いがありましたね。カシオってそういう意味では希代の名パイロットと呼ばれた天才だった、まあ、今見る影もないですけど、うん、っていう部分で、今回やっぱり子供と大人っていうのが多分、まあ、もしかしたらテーマになってるのかなって、そこのちょうどつなぎ目の部分にいる、まあ、またニコラとは違う役回りである種子供たちを見守ってるし、大人の部分をニコラよりはるかに持っているけれど、でもまだやっぱり自分も子供でいたいし、でもいつまでも子供でいられないことを多分誰よりもやっぱり知っているし、で子供たちにいつか大人にならなきゃいけないんだってことをサジェッションしなければならないしっていう、そういう意味で新しく与えられたポジションがカシオだと思ってやっていたので、あの時はすごいびっくりというか、あの4話のコンテを見せていただいていたんですけど、その時にもうなんかすごい 熱くてもう泣いてしまうような気持ちになるんだけど面白いみたいな、笑ってしまうみたいな、私がみたいなところがあって、すごいびっくりしました。はい、あと最後のダイバスターだった時もすごいびっくり、でかいとこうやって書いてきたっていうので、はい、すごいびっくりしました。本当にこう剥がす時がいつか来るんだって、どのバスターマシーンに乗るんだろうノノはっていう、キャトフ・バンディスも違う、伝説のバスターマシーンはどれだって思ってたんですけど、自分みたいなのがねすごいびっくりしましたね。はい、私もやっぱりノノが主演主役で、そのノノの成長物語だと思ってたんですよ。でも実はラルクの成長のお話だったんだっていうのは6話の台本を読んで初めて感じました。やっぱりどうしても自分はお姉様の立場でノノが変わっていくのを見ている立場だっていうふうに思ってて、でも実は変わってきてたのはラルクの方だったんだなって、それはすごい監督の方ではもちろん最初から狙って描こうとしてた部分なんですけど、私自身は一回一回のアフレコの台本からラルクと同じように感じてきただけなので、6話で初めて気がついたっていう感じですね。いわゆる単純に見るとその行為だけを見るとすごく卑劣な行為ですよね、襲うっていうことなんですけども、ただその彼のそのニコラの精神的なものを考えると、あそこでノノをこう襲おうとするっていうところにすごくその彼のその寂しさであるとか葛藤であるとか人間的なその何を彼が今思ってそういう行動が出てしまったのかっていうのがなんかね胸が締め付けられるようなシーンでしたね僕も。だから
だからあのシーン台本読んで絵を見た時にエロいとかそういうことよりも、あ、胸が締め付けられるシーンだなと思って、そういうそのニコラの葛藤、心のなんかひだみたいのをこう表現できたら、僕だからあれが一番印象に残ってますね、あのシーンが。これは俺にかかってるなっていうのがすごくあったんで。歌唱自身もあそこにトラントロワがあるってことは知っていましたから、でノノに乗せるなら自分がっていう気持ちはやっぱり絶対持ってたと思うし、もう一度乗りたいっていう、だからそのいつまでも子供でいたいという部分は絶対歌詞をも持ち続けてたので、まあ実際無理でしたけどね、いろんな意味でポロだしでも例えば彼女たち彼らたちトップレスがバスターマシーンに乗ること自体が幸せなのか、そうじゃないと思うっていう、あの部分がやっぱり一番やっぱりそういう意味では歌唱としては言いたかったのかなって。あと6話の最後にも同じようなセリフが出てきているんですけど、生きてさえいればそれでいいっていう、そこにやっぱり集約されていくのかなっていう気はしますけどね。これも語り出す長いんですけど、本当に深谷ゆかりちゃんがノノでよかったってそれにつきますね。あのニコラの岩田さんもよく言ってるんですけど、本当にぴったりで、ノノのそのあの一生懸命さと、それからあの何でしょうね、ちょっとぶっ飛んだ感じ、そのぶっ飛んだっていうのは変っていう変な意味じゃなくて、王道で言ったらここでこういう言い方するんじゃないかって思ったのを裏切って、本当に自分で独創性のあるお芝居をするんですよね。だからみんながびっくりするし、それをみんなが可愛いって思うんですよね。でそれはすごい才能だな、素敵だなって思うし、あとそのノノの真剣さ、ゆかりちゃんの真剣さに引っ張られて、なんか私たち負けてられないぞっていう、すごいこうなんて刺激をもらえたんですよ。ノノがそのマイクの前に立った時、ゆかりちゃんがこういう風に演じたから、じゃあこう返そうっていう、そのライブ感っていうかが本当にスタジオでいつも楽しかったですし、なんですかね、もうゆかりちゃんの喋り方がノノの喋り方なんですよ。だからその嘘のなさっていうのが、狙いじゃできない演技なんですよね。だからとっても羨ましかったし、それはラルクの心情と同じだと思います。その天然の才能っていうか、その彼女の魅力っていうのを自分では気づいてないかもしれないけど、すごいものを持ってて、それを見ながら自分にないものを見て羨ましいなって思う気持ちは本当にラルクと私は似てるかもしれない。でもやっぱりそんなノノに惹かれて、やっぱりこの子と一緒になんかこう戦おうって思ったラルクの気持ちも一緒だし、本当に私もラルクと似てるとこはいっぱいありました。主役のノノの芝居に僕惚れちゃったんですね。え、これがゆかりちゃんなんだ、なんてストレートなまっすぐな芝居をする子なんだろうっていう印象があって、ちょっとえあれ、いい意味であれって思って、で実際現場で一緒にやった時に、びっくりしましたね。もう本当にあのまず心の中で謝った、ごめんなさいって、あなたは僕は色眼鏡で見てました、そのグラビアアイドルとかそういうことじゃなくて、一演者としての彼女のその真摯な態度と努力と、あので素直にこう心から演じる彼女の姿勢に僕は本当に脱帽したというか、学ばせてもらえたっていうか、いや本当にののちゃんでしたね彼女は。であと努力のその努力が見えるんですよ。あ、この子はどれだけ絵を見てるんだろう、リハーサルビデオなんかどれだけ見てるんだろう、ものすごいたくさん見てるっていうのが分かるんですね、僕らからすると。あ、台本のめくりにしてもその台本を見ないで絵に合わせて喋って、もうほぼ覚えてきてたりとかっていう、その努力、あれはもう本当脱帽でしたね。素晴らしいな彼女はっていう。まあそういう人間的な成長でいうと、深い福井ゆかりのあの成長物語だったりするんだと思うんですけれど、あのまあもう気心知れて、まあね、長い結構長い2年ちょっとやってたのかな、
っていう長い期間でしたし、まあ、昔から知っているメンバーたちでしたし、そういう意味では和気あいあいと常にやってたし、うん、まあそれはもうね、福井ゆかり成長物語というスタンスでしたね。逆にスタジオの中は毎回ゆかりん上手になったね、必殺技叫ぶにしても何にしても、あ、前回より綺麗に出てるよとか、前回何度も撮り直したのに今回2回で済んだねとかそんなスタジオでしたね。なんかこう挫折からそれを支えてくれた人との出会いと、それを乗り越える自分の発見と強さみたいな、その流れは本当に気持ちがよくて、やっぱり演じててもあのラストのののとの絡みは本当にね、泣けましたアフレコしながら。とても難しかったですね。でも普通に言ったらののとラルクがあの大きな戦いを終えて一緒にまた仲良く暮らしていくっていうエンディングもだったら幸せかなって思うんですけど、でもそうじゃなかったからこそラルクはやっぱりさらに成長できたんじゃないかなとも思うし、なぜならばっていうののが再三言ってきたあのセリフを最後にラルクが大人になってナレーションで言うので、なんかその部分ですごくなんかなんて言うんですかね、解決したなってすごい思ったんですよね。ののの言ってたことをラルクが自分で口にしてみるっていうことがすごく大きな意味があったんじゃないかな。で最後にその迎えに行くというか七夕の夜にっていうシーンで、やっぱりそのファーストというかワンを見てた方たちとのつながるシーンだと思うんですけど、あの時のラルクのその影のない何の迷いもない笑顔みたいのが本当救いだったし、そういうシーンで終わるので、なんか本当にあ、ラルクが主役だったのかって思いながら、それをなんか教えてくれたののっていうのは主役とかそういうの抜きなんていうの超えるものすごい大きな存在立場のキャラクターだったんだなって改めて思いました。4話からもう本当にガラッと変わったというか、台本を見せていただいた時にもう一気にすごくこう苦しくなった。苦しいっていうのはやることが苦しいわけではなくて、その内容のすごい深刻さっていうのが、すごい大切なというか、仲間がこういなくなってしまったりとかするようなシーンであったり、本当にもう3話までの楽しい空気はどこへやらみたいな状態で、そこからは一気にそうですね、なんだか楽しい気持ちを出す時になんだかちょっと涙が出るような気持ちでやらせていただきましたね。今も想像するだけでちょっと売れてきてしまいそうなんですけど、ひばりっていうのはお姉様がこうお家にお友達を呼んだことがないんですけど、私はお姉様のお家に行かせていただいて、でこうひばりを見たことがないので、お姉様が見してくださるというか、そういうことでずっとこう約束だったんですね、お姉様とのだったんですけど、ののは見に行けないっていうのは分かってたんですけど、でもその約束は果たしたいっていう、なんだかすごく複雑な気持ちで、行けないけどすごい行きたいっていう、なので特になんだか力が入ってしまったというか。窓の外は雨なんです。お姉さまはののが雨女のせいだって、仕方がないからお母様の焼いたパニーニのサンドはお家でいただきます。何度もおねだりして小さい頃のお姉様のアルバムを見せていただいたり、猫をからかって引っかかれたり、そのうち雨が上がるとお姉様が言うんです。
ひばりを見に行こうって。ののはドアを開けて、青空の下へ。そうさ、約束楽しみにしてたのに。なんで笑ってるんだよ。諦めてさえしまわなければ、願いはいつか叶います。時間はいくらでもありますから。お前は普通の女の子になりたかったんだろ。ののりりが輝かせた得意点はののがいただきます。もう一人にしないから。代わりに。ダメだのの、行く。お姉さまにはののの得意点を捧げます。なぜならば。私にとっては個人的にはこの必殺技を叫ぶっていうのは初めてのことで、本当にロボットに乗ったりするそういう勇ましい役って実はあまりやったことがなかったので、ラルクが初めてで、必殺技ってやっぱり独特のそのアニメの世界での当て方があるんだなっていうのを初めて知って、バスタービームっていうのを最初に叫んだ時にやっぱりこう一生懸命叫んでるんですけど、どうしてもその監督にちょっと違うとこ、バスターのバとビームのビの破裂音がもっと激しくみたいな指導をいただいて、実際に監督がやってくれたりして、そういうスポーコンのようなアフレコを第1話でやりましたので、最初はもう本当に汗かいてやってたんですけど、1話ごとにその必殺技が上手くなっていくのがもう自他ともに認めるところで、でこれでなんか私的にはなんかすごい新しいキャラクターを演じることができたし、本当にラルクの成長物語であって私の成長物語でもあったので、なんか本当にエンディングは寂しいというか、そのノノとのやり取りは涙が出たんですけど、でもやっぱり終わった時にすごい清々しいというかやり遂げた感があって、2年間の間に本当になんだか言葉では言い表せないすごい力をいただいたなっていう思いがあってですね、こう最後までやらせていただいて、普通というかこう作品が終わると、ああ終わっちゃったっていう気持ちで、もうなくなってしまったっていうような気持ちになると思うんですけど、作品を撮り終えてもなんだかこう残っているものというか、今までのものがあるんですね、ここにあるので、すごい本当に生きていた中ですごくいい体験をさせていただいたなっていう気持ちがあります。